は野球のジャーナリストしますジャラですいつもご視聴ありがとうございます今日もよろしくお願いしますえー、とついにね甲子園が、えー、夏の甲子園2022年の夏の甲子園が終わってしまいましたいや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 本当ね大阪桐蔭が春夏連覇するかと思いきや、えー、まあまあまあまさかのと言ったら失礼かもしれないですけどねベスト8で負けちゃいましたねまあでも逆に勝った下野崎国際は素晴らしい試合を見せたし。 高校野球のね一つの面白さを見せてくれたんじゃないかなというふうに思いましたまあ今大会ねいろいろあったと思うんですよまあねあの優勝もそうですけれどもまあトロフト候補の浅野君のバッティングだったりとかね本当にピッチャーも下関国際のね仲良くはいいピッチングもしたし本当とにね仙台育英の投手、えー、起用だったりとか、まあ、あるいはいろんなチームがいろんな野球を展開してくれてねなんかこう新しいものが半分見えたなっていう感じもあるし新しい時代が これれかからね、訪れてていいいくんじゃないかなっていうのもありました。で今日頂い,いたデータによるとね本当にあにピッチャーの起用人数がもう去年よりも,もう圧倒的に増えていて本当にこう指導者たちのねあの考え方がだいぶ変わってきたなっていうのが本当にあに感じられた、えー、2022年のね、えー、甲子園だったんじゃないかなと思うんですけど今回のね、えー、甲子園を通して感じたですね 野球指導者の、まあ、これからを背負っていくであろう、担っていくであろう人たちの決め方っていうか、基準。 え、見極め方っていうのはね、今日はね、お話をしていきたいなと思います。どういうところから、えー、この監督はこれから来るぞとか、あるいは先進的だぞとか、これからの時代をね、リードしていく指導者になるんじゃないかっていうのをね、こういうポイントで見ていったらいいんじゃないかっていうのを今日お話ししていきたいなと思います。あえて誰でやるっていうのは言わないですけれども、あの、今回見えたものっていうところを、こう、3つのポイントをね、整理していきたいなと思います。3つ。 えまず、えー、1つ目なんですけどやっぱり1つ目はピッチャー企業ですねピッチャー企業に関してやっぱりあの要するにエース依存をしているっていうチームはやっぱりもう古い指導者だともう見てもらっていいですねその人がどんだけ人格者であってもやっぱりこの部分に目を向けられない指導者はもうこれはもう古いと判断していいと思います誰とは言いませんけれどもねやっぱりエース、エース、エースでいってで序盤、中盤になってから違うピッチャーを使うってなってもやっぱり無茶だと思うしね要は 要するにピッチャーがこう複数じゃないといけないっていう考え方もそうなんだけれども何が大事かって言ったら。 自分ののチームがね、一番勝ちたいのはエースなわけじゃなないですか。エースなんだからエース依存するんじゃなくてエースをいかにいいパフォーマンスを発揮できるような環境を作ってあげることが大事なんですよね。それはどういうことかっていうとやっぱり複数のピッチャーを使うことしか答えはないわけですよ。エースが 1, もう1試合目完投2試合目完投準々決勝完投準決勝完投決勝完投っていうのが指導者がやるべき姿ではなくてこのエースが。 決勝戦でベストパフォーマンスを出せる状態を作らないといけないですよね、それを逆算しながら、じゃあどういう使い方をしていったらいいのか、ピッチャーをエースをいっぱい使うことじゃなくて、ね、エースのポテンシャルっていうのを見極めながら、準々決勝はこういう使い方、2回戦はこういう使い方、準々決勝でエース以外を先発させるんだったら、その。 慣れを作っておかないといけないから1回戦から1回戦先発はエースはしたとしても2番手に必ず準々決勝で投げるであろう先発ピッチャーを試すことであったり試合で使うことであったりそういうマネジメントをしっかりとできるね指導者が僕はあの1つあのこ,のこれからのね野球界を見ていく上では大事な指導者なんじゃないかなっていうのがこれ1つ目ですね。でででつ目が打打打順順順すすの作り方いいや今大会はね本当にいろんなえと打順を 見させてもらってね、非常に面白かったなというふうに思ってます。やっぱりこう今まではね、1番にリードオフマン、2番に送りバント、つなぎのバッター。で、まあ3番がね、ポイントゲッター、そのチームはね、4番がチームで1番打つスラッガーであったりこう、ホームランバッターであったり、打点の稼げる選手、まあ長打力のある選手ですよね。そこに置くっていうのが今までの基本でした。でもやっぱりトーナメント戦って考えてきたときに、やっぱりそのね、綺麗な打順って必要ないんですよね。やっぱりどうやって、 勝っていくか、相手のピッチャーを打っていくかなんで、って考えたときに、やっぱり理想は、一番いいバッタほど打順が多く回るっていうことを考えた方がいいんじゃないかなと思いますね。だから、高松商業が一番にドラフト候補の浅野奨学を持ってきたのは、これはね、あの、先進的であり、素晴らしい打順の考え方だと僕は思いますね。 ドラフトコーの前学君1番にしたということがありましたこれはあ,あえて横浜高校に対して挑戦状を叩きつけるという,こうメッセージ性のある1番バッターなんですけどそういう意味じゃないですよね。 本当に戦術的にもう打順をこの彼に一番多く回したいなと浅野君に一番回すことが勝利に近づくんだという、ね、そういうメッセージですよねそういうふうに打順を作っていくというのが一つ、ね、あ,りありだと思いますだから、まああのまあ、大見戦で、ね、準々決勝で負けはしましたけどピッチャーが崩れて、ね、負けはしましたけれども、ねえー、1打席目ツーベスを打って唇を切りで2打席目ホームランで同点ホームランを打ち、ね、3打席目ヒットでつなぎ で4打席目は1、2塁にランナー埋まっているように進行敬遠ともう本当に怖い存在であるっていうのがこう1番でしかも4回も回ってくるわけじゃないですか、まあ、合計、この日は5回回ってきたんですけどもね、1番バッターでお務めることによって彼に回す回数を増やす早い回に回すっていうことをした方がいいんですよね。だだからいい相手がいいいピッチャーだっていうのに 2番バッターに1割バッターとかね2割前半のバッターを置いたって必ずアウトになるわけじゃないですかで1番バッター崩れたもう2番バッター崩れてもう2アウトですよその状態で3番4番5番に回したところで何にもならないですよじゃあどうかって1番チームで1番彼が打つんだかな1番期待できるんだっていう選手をねそこにねあのこう1番バッターに置くことによってあるいは2番バッターでもいいですよね12番,番バッターに置くことによって打席が回る回数を増やしていくと。 増やしていくことで相手,相,手相手のピッチャーをビビらせるとか、相手ピッチャーに挑戦状を叩きつけるとか、相手ピッチャーに対してのプレッシャーを与えるというかね、そういうふうにして打線を組んでいくっていうのが、これはね、先進的で、これは一番に全員を置、OK、けっていうことじゃなくて、そういうふうな考え方を持った指導者がね、僕はこれからの野球界にはね、必要とされていくんじゃないかなと思います。まあ もう一つねあの今アメリカとかではまあ主流になってますけれども例えば2番バッターに最強バットをつ置くっていうこの,この方策もね一つの案として僕は あの正しいいかなと思いま,すまあそれをやったのが鶴岡東でしたけれども鶴岡東2番に土屋君っていうのはホームランもう3本立つ今大会で2回戦で敗退したにもかかわらずその選手を2番バッターに置くっていうのはこれはなかなか挑戦的な打順だったと思うんですよねアメリカに似てるというかでこれは非常に良くてやっぱりあの1番バッター例えば足が速いニード・オフマンの選手を1番バッターに置いてで彼がその選手が出塁するとで定跡であればそこで送りバントなんですけれども 1>, 1番バッターが出塁したときに足が速かったりしますよね、足が速かったときにあの、やっぱストレート揃いがちですよねで、外に配球偏りがちですよね、それをそこで2番バッター、ホームランバッターだったら、それを思いっきり打ちゃいいんですよね、そしたらツーベースでも1点入る。 盗塁というリスクを背負わずにしてツーベースを打てば一塁ランナーは足が速いわけだからでストレート配球が勝ったよったところを思い切って打つっていうねそういう2番起用1番に足が速い選手2番に長打力がある選手という起用の仕方をすれば一気にいけるしこれが、まあ、万が一ホームランじゃなかったとしてもね1回に先頭バッターが出て送りバントで3番4番5番のうち誰がヒットを打って1点っていうよりも1回に先頭が出て。 え2番バッターがツーベース打ったら一気に2点入るんですよね先制点は欲しいけれども1点よりも,もちろん2点の方がいいわけですよ、まあ、正直言うと大阪桐蔭に1点先制してもね何の痛みもないんですよいきなり大阪桐蔭に2点先制しに行く方がいいんですよね1回に1番2番で長打力でっていうふうにやっていった方が投資力がない場合は特にねもう先に点を取りに行くっていうことをしていった方が 2点取りに行く、1点取りに行く、2点取りに行くっていう考え方の方が、僕はトーナメント戦では優位だと思うし、それをね、まあ、やってたチームがいくつか、まあ聖光学院もそうですね、2番に高中君っていう。 選手をを置いいてて本当ににこうう面白い打順を組めるようになってましたただ聖光学院の場合はね高中君に送りバントを1回からさせてましたけれどもねあれがね本当に攻撃的にもっと攻められるようになったらもっともっとね聖光学院はいい試合ができたんじゃないかなって僕は個人的には思ってますけどまあともかくそういうふうに打順というところも2つ目の,ポ,つ目の、ね、ポイントとして監督の先進性とかこれからの時代とかまあ要はいろんなものが見えているというところですよね。 で3つ目がポジショニングですね、これは本当に今大会、ね、本当に色濃く出た大会だったなと思います。分かりやすいのが、まあ、大阪桐蔭が負けましたよね、大阪桐蔭がね,うんとね2回、2点リードして、2回の表の2塁3塁のピンチ、ワンアウト2塁3塁のピンチの時は後ろを守ったんですよね、要するに1点 OK の守備をしたのにあしたんですよねで、その時1点もやらなかったんですけど、3回表、えー、1、3塁のピンチの時は前進守備をしたんですよね。 でやっぱりこう確かにね全身守備をしたら0点に抑えられる完封できるとかねそういうのはあるんですけれどもそういう哲学的なものよりもやっぱり点差を見ながらねトーナメント戦なんで勝たないと次に進めないんでねそういうこう変にこう1点を守りに行って2点を取られるとか1点を守りに行って余計に相手にチャンスを与えるよりも。 阻止、えー、ないディフェンスをするっていうチームがいくつか出てきてましたそこが面白かったですよね分かりやすい例で言うと2回戦で、えー、と去年の夏の、ね、覇者の智弁和歌山に勝った国学院栃木がねあの2対2の同点の6回智弁和歌山打線にね捕まってワンアウト二塁三塁とピンチを招きましたその時にね内野がもう前進守備しなかったんですよねショート深く守り一二塁間は本当にこうライト線を詰めるような守りが通したんですよねそしてセカンドゴロ 1>, で1点も取られましたでもセカンドゴルで1点やっただけで、まあ、傷口は広がらなかったんですよねそしてその裏に2点取って逆転で8回に1点勝ち越しそして勝ちましただから要するにポジショニングの勝利だったんですよねこれは仙台育英も準決勝の聖光学院戦で後ろを守りましたし明秀日立も面白いことをやってましたどんなことかっていうとランナー2、3塁に行った時に右バッターだと一応前進守備はするんですけど右バッターの場合はショーが後ろ 左バッターの場合はセカンドが後ろっていう風にこうにバッターによってこう後ろを守ってやっぱりこうランナーをねあーランナーの診療を防ぐとかヒットを防ぐとかそういうことをやってましたで前進守備の悪いことっていうのは一つはねそのヒットゾーンも前に来ちゃうんでヒットゾーンがこうセカンドショートの後ろとかサードショートの後ろ、うん、セカンド一塁の後ろにちょっとヒットゾーンが開くんで言ったらコチョンと当てたらヒットになりやすいとでバッターの心理的こうストレスを取ってくれる。 要するにランナー2塁3塁でヒットを打たなければならない、えー、ど,っかどっかきっちりと捉えなければいけないというのが定位置を守れたらあるんですけど前に来たときにヒットゾーンが広がるので叩きつければなんとかなるとかねいうことにを引き起こす心理的なあのバッターに有利な、ね、気持ちを働かせるというのが一つ悪い点なんですよね、前進守備すると。 前進守備すると、セカンドランナーがね、あのリードが、第員リードがたくさん取れると、そうなった時に、ヒットでね、2人が帰ってこれるんですよね、これはあの大阪桐蔭が下関国際に負けた時に、それをやっちゃったんですよね、9回、1点リードのワンアウトランナー、二塁三塁で、後ろを守らずに前進守備をしたと、そしてそれを,ああのそれを見たバッターがね、本当に叩きつけて、ゴールを打ったんですよ、ピッチャーの頭の上へ抜ける。 で、あの、センターバヒットで、普通はね、悠々セーフなんですよ。その頃は転がれれば。ところが、大阪桐蔭の守備のレベルが高いから、センターから矢、ね、のような送球が返ってきたんですよね。でもセーフなんですよ。でなぜセーフだったか、ね。タイム、タイム測ってたんですけど、この、あの、二塁からホームに、あの、生還するタイムで、高校野球でいうと、7秒を切るか切らないかが、あの、デッドラインなんですよね。7秒を切ったらアウトにできるし、守備側はね、走る側7秒を切るタイムで走らなきゃいけないんですよ。 で実際、6秒99だったかな、だったんですよね、あの大阪桐蔭の守備が、ホームまで返したのが。ところがセーフになった、じゃあそのセーフになったのは何かっていうのは、セカンドランナーのリードが広かったからな,なんですよ。あのいつもよりね、要は、定位置を守ってたらスタートは切れなかったのに、だからそのセンター前ヒットが定位置を守っててもヒットだったとしても、セカンドランナーがあの飛び出すことができなかった、第2リードを取れることができていなかったから、あの 本は生還を避けられたんですよねところが全身守備をしていることによってランナーの進塁をね許してしまうということをしてしまったのが、まあ、今回たまたまね敗因ですまあこれ結果論なんですよ別にその大阪桐蔭があのねあのやってしまったことはまあさら言,、まあ、言ってもしょうがないけど結果論なんですけれどもそういうところで後ろを守れる指導者であったりとか本当にこうそういう 監督とかがこれからね、僕は勝っていくと思うし、そういうところが見えるような指導者が、これからの時代はね、求められていくんじゃないかなと思います。まあ、これをやられた大阪桐蔭はもう古いということを言いたいわけじゃないですよ。大阪桐蔭の西谷さんはすぐ成長、成長というか反省をされる監督さんなんでね今、今度あの場面に出た時にまた同じことをするかっていうと、そうじゃないと僕は思いますし、まあ、これからね、彼がどういう野球をやっていくのかっていうのは、僕はまた見ていきたいなと思いますけれども、まあ、ともかく。 まあ今日ねこの言った1、2、3ポイントね1つ目はね1つ目はピッチャー起用、もうエース依存、エースがどういうパフォーマンスを発揮できる環境を作るかを考えている指導者がいい,いねだからやっぱり決勝戦でベストパフォーマンスに近い近い力を発揮できるようにマネジメントできるような、えー、監督が素晴らしい監督で2つ目が打順ですね、打順。本当にこう あの綺麗な打順じゃなくて勝つための打順あの、いいバッターほどなるべく打席を多く回すように考えられるのがいい,いいですよね。で、3つ目が今言ったようにポジショニングですね。このポジショニングでしっかりとこう野球を見てあの、点差を見て試合を。 え、勝利していくっていうね。それをできる監督が僕は、あ、本当に見えてる監督だなと思うし、これからの野球界、野球には必要とされていく、えー、んじゃないかなと思うんでね。今日はね、動画を撮らせていただきました。それが、本当この甲子園では、色濃く出たと思うんですよね。勝ち負けはいろいろありましたけれども、まあ、あの、運もあるんでね。まあ、いろんなものに作用されるのはあるんで、必ずしも全身守備しないから勝つとか、えー、ピッチャーの起用がうまくはまったっていうわけではないです。それはまあ、いろいろあるんでなんですけれども、ただ、 あのしあの指導者のあり方としてこれから指導者がどういうねあのどういう立場であるべきなのかとかどういうふうに野球を見るのかっていうこう 指針としてあの、物差しとしてえ、この3つのポイントが重要になるんじゃないかなと思うんでね、もし指導者の方聞いていただければ参考にしてもらいたいし、また、どの監督がいいかなってあの、進学先を選ぶヒントにしてもらってもいいし、あのまたあの野球を見る上で、あ、こういう監督がいい監督なんだってね、そういうふうにね、思ってもらうのもいいのかなというふうに思います。ということで、えー、今日はそんなところにおわりにしたいと思います。今日はね、いつもと違って実家でちょっと撮影してるんでね、後ろに人形があったり、お酒があったり。<laughs> <laughs> しますけれども <laughs> まあこういう部屋でたまに撮ることもあるんでねよかったら見ていってください。ということで今日も最後までお聴き頂きありがとうございましたジャーナリストの小原でした。